はい、皆さんこんにちは、カズンドです。こんにちは、トクです。川坂やっていきましょう。はい、まあ、やっていくって言ってもちょっといろいろ雑談というか、あの聖来科学園学院かね、あのこれをねちょっとやっぱり極めたいというか、ちゃんとやりたい。でも昨日ねやったんですけど、なかなかね、やったっつって育成人数ゼロだからね、ちょっと途中でやめてる。そう、やめたの。なんか難しくて、あのギプス、うん、はい、なんかコツとかをね皆さんにちょっと聞きたいなと思っていて。特はどうしてんの今、作説ここでやってんの？全くやってないです。え、やってないの？この SR のチャレンジをどうしてんの？だ、今やってんのが、うん、そのチャレンジで一番左持ってってください、うん、それを押して、うん、ちょっと下の方をスクロールしてもらうと、うん、あ、ここら辺です。このシード竹を連れていくとスタメダル500とか、うん、で、このこれを今どんどん達成してるところです。スターメダルたくさんもらえんだ。え、何のためにやってんの？ SR ガチャ券もらうためです。これで SR ガチャ券もらえんの？もらえますよ。え、どこでどれでもらう？いや、だから、うん、メダル10万枚貯めて。ああ、そういうことか。今それをショップでね、ショップで交換するって意味で。そうそうそう。俺どれぐらいあるの？48,000。やってねえ、なんかバレんな。でも多分普通のやつは多分そんなもんです、うん、俺もそんぐらいでしたね、うん、でも一応毎日起動はして試合はするようにしてんだよ、うん、なるほどね。多分あそこのチャレンジをこなして、うん、たくさんコインを獲得してっていうことか。そうですね。あ、なるほどね。今俺はやってますね。イベキャラ弱いんで、やっぱ SR なきゃ、うん、やる気ないです。サクセスやっても勝てないもんね。やる気ないです。なるほどね。地道ですけどね、うん、だから俺がお前に聖来科学院教えてくれって言った時に分かんないっすってずっと言ってたのか、うん、全く分かんないです。本気でやってない。なるほど。まあじゃあちょっと俺らはここをしっかりだね、うん、なんかコツとかね、もし分かったら皆さんこういう風にやるといいんですよみたいなのを教えていただけると嬉しいです。まあ、またね、今このサクセスウィークということでこれも来てるんで、しっかりとやっていくっていうことが多分大事なんだよね、うん、そうですね。うん、でなんか俺はねやってて感じたんだけど、もう少しねゲームバランスをしっかり作ってほしいなーみたいには思った。例えばあのパワープロでねナイスピッチピッチャーすると、まあ大体それって打ち取れるわけじゃん、はい、まあ、三振だったり、まあボール球投げたら振らないこともあるけど打ち取れる。だけどこれのパーサカの場合さ、スタジアムであのジャストだっけ、はいはい、ゲーンって小さくなってジャストになっても入らないこととかあるじゃん、と距離が近くてもね、はいはい、なんかそういうバランスをもう少しなんか整えてほしいなってちょっと思っちゃった、うん、どう？そういやでもまあ難しいですね、うん、パワープロなんか何回それでメンテナンス入ってきたか分かんないですもん、うん、あ、過去に調整で超スローボールなんか、うん、画面から消えましたから、ね、昔。あ、そうなんだ。画面から消えてさらにもう結構上の方行ってるから、うん、で急にもうストーンみたいな、うん、絶対打てないか。もしってそれを直そうってなった時は、うん、今度もう超速球なんですよ、うん、とかもうそんなんの繰り返しで今やっと落ち着いてみたいな。もうじゃあもうちょっとずつやっぱりこうやって、うん、みんながやって少しずつ意見を言っていく、ね、っていうことが大事なんだね。そうですね。最初の半年ぐらいはパワープロも全然もう落ち着かなかったんですよ、うん、まあでも俺ねちょっと自分の軸として思ってるのはやっぱりやる、まあ、こういうパターンも入るからね、うん、まああのパワープロもねパワーサカも含めてやっぱりこうやって YouTube で上げてる人たちがさ、いろんなことを言ったりするでしょ。それ運営の人絶対見てるからさ、うん、そこそこの、 あの視聴者数とかさいたら、だからやっぱりしっかりと伝えていく、訴えていくっていうことがなんか大事になりそうだね、うん、そうですね。フリーキックやべえな今ここで同点追いつきました。なるほどね。特にパワーサカやってて感じることってあるのか？いや今は、うん、しょうがないです。やっぱそうなんだ、うん、パワープロもそんな感じだった、はい、しょうがないですね、うん、最初の頃は SR なんて今でもパワープロに比べたら全然手に入る方ですよ。これ
SR。 そうなの？全然手に入る。昔から PSR ってあった？ありました、ありました。ただ SR 確定は全然来なかったの、うん、最初ってそうなんだ。なんかコメントでもくれたじゃん、くれてる人いたじゃん、 SR ってそんなに出ないですよ、10連5回やって出ればいいんじゃないですかってくれた人いて、それってきつくない？だからこそでも本当最初はそういうイベント、今みたいな SR イベントあるじゃないですか、うんうん、ああいうので本当にすげえ盛り上がるみたいな、あ普段そんな手に入んないから、うん、2対1。そっか、ダキさんが動画で言ってましたけど、最初の頃は、うん、もうリリースされてすぐに、うん、ニコのあの3人娘、うん、今ちょうど出てたじゃないですか、パブロで、うんうん、であれあの3キャラが SR で配布されて、うん、もうみんな大喜び、最初の頃はもうあいつらが最強だったんだ。なるほどねしょうがないですよ、もう少しずつ少しずつですね、うん、そっか。まあでも面白いしね、やっぱりパープロに似てるところもやっぱりあるから、うん、あのちゃんとね続けてはいきたいなとは思っているんだけど、リリース直後のモチベーションがなんかなくて俺の中で、ああ、うん、まあでも2つをね同じモチベーションでやっていくってなかなか難しいからさ、そこですよね、パープロがあるから比重をどうしたらいいかっていうのがすごい悩むんですよ。まあなのでこういうねちょっと今回は雑談っぽくなってるんですけど、まあ皆さんからねもう少しこういう風にやってほしいとかあれば、そういうのもどんどんコメントでは書いてほしいなと思っています。どのぐらい求められているかでやっぱり変わってくるしね、うん、そもそもお前らはこれだけやってりゃいいんだよ、商品紹介だけやってりゃいいんだよ、そういう意見もまあもちろんあると思うし、そう見てくれないのわざわざやってもしょうがないからすごい角度から決めたのに、ね、でもなんかリリースのランキングとか見てるとやっぱり上位の方にパーサカもあるし、ね、うん、まあ500万ダウンロードいったっていうのもあるし、やってる人が多いんだよね、だって電車でも俺ら見かけたじゃん、はいはいはい、ね、俺は多分ね彼女キャラが手に入れた瞬間に変わると思う。ああ、そういう人多いですよね、うん、僕も今回のスターメダルの SR と、うん、あと今のイベントの SR、うん、手に入れたあるじゃん、サクセスリングみたいな、あそこでいいキャラ出なかったら結構萎える、もうモチベーションないですよね、そうだよね、結構泣いちゃうよね。いや、あともう一個言うならばもうしょうがないんだけど、レベル上げんのがきつい最初やっぱりさキャラ数がボーンって増えてで獲得してそいつらをレベル、まあ、35とか上げる、これが結構きつくてさ、多分パープロをやっちゃってるからなんだろうね、イベキャラのレベルが上がんないとね、そのイベキャラの効力ほぼないとか能力ねできないとかさ、そうなんだろうな。だって PR 俺がこんなに撮ってるとか珍しいよ。ただそこで言うとユールちゃん見てどんだけ俺がユールちゃん待ってるか分かる、これ。そうだから、そこで言うと、うん、アゲアゲ強化試合っていうのは多分、うん、パーサカでも入ってきます、うん、パープロの時は最初の頃はもうアゲアゲ強化試合っていうイベントが2ヶ月に1回ぐらいの頻度で来てたんですよ。で、アゲアゲ強化試合っていうのをやると、うん、スタジアム1試合やるごとに、うん、例えばキャラ1人選ぶんですよ。例えばユールちゃんとか。で、その試合で得た経験値とかを、こっちにできる。そのまま還元できて。めっちゃいいじゃん。で、なんか普通のバトスタンみたいな感じで、ポイントが貯まると、報酬とか SR とかなんかいろいろ貯まったりとかっていうのもあって。なるほどね。そういうのも多分もう、そろそろじゃないですかね、多分始まってくる。まあ運営もいろんなことを考えてるでしょう、うん、なるほどね。まだまだこれからのアプリだと思うんで、うん、まあ今しっかりと食らいついてやっていくっていうことがおそらく大事なんだね。うん、わかりました。
ちょっとそれはね、あの肝に銘じてですね、やっていこうかななんて思っています。いやー、まあねー、俺さ、この前ね、あの動画であげたこのガチャ引いたじゃん、500万の。はいはい。でその時にちょっとストーンが足らなかった、スターが足らなかったからちょっと美化金したの。はい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 、はい、もったいなかったのが、俺スタジアム行ったらその毎週のさ、あの週明けの報酬で十何個もらえたからできたのにやっちまったと思ってまあまあまあ、まあ早くパワーストーンにも乗りたいとかね、まあいろいろありますよ。うん、まあそんなところですか。まあ皆さんね、パーサーカーどのぐらいやってるかとかね、まあ私のツイッターにパーサーカーやってくださいっていうコメントが、リプライ来たんですけど、まあそういうふうにね、僕らがどうやってパーサーカーをやっていこうかっていうところも含めて、いろいろなんかコメントくださると、まあ、やりやすいです。そうですね。うん。で、また皆さんね、パーサーカーどのぐらいやってるかっていうところもね、パワープロとの比重とかも知りたいです。うん。いや、毎日パワープロはね、例えば割合的にゲームをやる割合の中で8割やってパーサカが2ですとかね、大体俺がね8、2ぐらいなんだよ今。そうです、うん、そうなりますよ、そんぐらいなの、うん、まあもっと言ったら、私パワープロやってないですっていう人がいてもいいよね、うん、そういう人が多かったら俺なんかもっと頑張んなきゃってすごい気になるんだよね、うん、とかなんかいろいろあの、うん、コメントくれると嬉しいですでもね、やっぱ分かるんだよ俺、どう見てもなんかそれもツイッターで言われたんだけど、カズエンドはどう見ても野球じゃないサッカーだって言われたの、うん、あ、この人俺のことよく分かってくれてるなって思ったんだけど、俺らがサッカーやんなくてな、どうすんだって話じゃん、やんなきゃいけないんですよ。もうどんな動画か分かんないんだけど、もうこれまあ頑張っていきます、うん、ということでちょっとずつね、皆さんの知った激励とか、ね、応援とかね、してくださると嬉しいです。じゃあそんな感じで締めちゃっていい？はい、うん、そんな感じで引き続きよろしくお願いいたします。パーサカもねやっていこうかと思います。聖来館学院のコツとかね、コメント欄にちょこちょこっと書いてくれると嬉しいです。そうですね、そんな感じで引き続きよろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。